セティフはアルジェリアの都市。アルジェリア北東部に位置し、セティフ県の県都である。人口235,240人。標高1,096メートルの高原に位置し、アルジェリアの県都の中で2番目に標高の高い都市である。通りには波木や噴水、劇場が作られ、フランス時代の雰囲気を残している。セティフはアルジェリアで最も寒い都市の一つである。 セティフは鉄道やアルジェとコンスタンティーヌを結ぶ高速道路によって各地と結ばれている。セティフを建設したのはヌミディア人である。ヌミディア内では西のマサイシュリ族の地域に属し、紀元前225年には王国の首都となり、ユーバ一世がローマに敗北して王国が併合されるまでその地位を保った。紀元前105年、ユグルタ戦争において、 ヨグルタがガイウスマリウスに抵抗し敗北したのもこの近辺においてであった。ローマ帝国時代に入るとネルバテによって大役軍人の入植地がセティフに作られた。この遺跡は現在も残存している。297年頃にはマウレタニアサイチフェンシス属州が作られセティフはその中心都市となった。647年にはセティフは イスラム帝国の攻撃を受け、700年頃には完全に支配下に入っていた。1838年にフランス軍の中屯地がセティフに作られた。1945年5月8日、フランス軍の支配に対してアルジェリア人がセティフ及び近隣のグエルマとケロタで放棄し、104人のピエノワールが死亡した。 アルジェリア人の死者は推定で2000人から4万人に上るとされる。これは後にセティフの虐殺と呼ばれるようになった。セティフの経済は地元の農産物の集散とその加工工業から成り立っている。特に地元で取れる穀物や家畜の集散が主である。地元の小麦はセティフの工場で背盛りなヤクスクス、麺に加工される。その他に絨毯や 金属細工の生産も盛んである。近くでは亜鉛が産出し、市の北では水力発電も行われている。市に中心部には大きな遊園地がある。ES セティフはアルジェリアで最も有名なサッカークラブの一つである。セティフは標高1096メートルの高地に位置するため、 アルジェリアで最も寒い地域の一つであり、冬には40センチメートルほどの積雪も珍しくない。洪水は稀だが、春や秋に起きることがある。夏は暑く、7月には最高気温が40度を超えることもある。ありがとうございます。